埼玉県立白岡高等学校は、埼玉県白岡市高岩に所在する公立の高等学校。普通科と情報コミュニケーションコースがあったが、コース制を廃止し、2018年4月、入学生からは普通科のみとなる。普通科は2年次から文系、理系に分かれ、情報コミュニケーションコースは2年次から情報系、人文系の2系統に分かれていたが、 2018年4月、入学生からは普通科のみとなるため、2年次から、文系、理系、文系情報の3系統に分かれる。オーストラリア・クイーンズランド州ゴールドコーストにある、ヘレンズベイル高校と姉妹校を提携している。バスケットボール部が盛んで、過去5年間を見ても、全国高等学校総合体育大会への出場が2回ある。陸上部もインターハイ出場経験がある。 野球部は2015年の第97回全国高校野球選手権埼玉大会で決勝に初めて進出し、準優勝となった。吹奏楽部は B の部で活動しており、2015年に東日本学校吹奏楽大会に初出場し、銀賞を受賞した。かつてはレスリング部が存在し、名物顧問が毎年のように県大会で入賞させ、 関東大会へ導かせていた。ありがとうございます。